ロータスセブンロータスセブンは、イギリスのロータスカーズのかつて生産、発売していた、スポーツカー。1957年から1970年代に、かけて、生産、販売されていた。ロータスセブン SR、1ロータスセブン SR、2ロータスセブン SR、3ロータスセブン SR、4ロータスセブンは1957年秋の、ロンドンショーにて、エリートと同時に発表された。 この車はサーキットまで自走して、レースを楽しむために設計された量産キットカーであり、公道を走れるオープンホイールのクラブマンレーサーである。ボディやシャシーは手作りにより製作され、ロータスマーク6の流れを組むチューブラーフレームにアルミニウム外反を貼った、セミモノコック構造で、スタビライザーとアッパーアームを兼用したダブルウィッシュボーンによるフロントサスペンションと、 A 型のアームでアクスルハウジングの前後左右の位置決めをするセンター A アーム式のリアリジットサスペンションという非常にシンプルなサスペンション構造を持ち部品手数の削減によるコストダウンと軽量化を図っていた当時のタイヤ性能ではこれでも十分な強度があり必要以上の強度を持たせることによる重量増加を嫌うコーリンチャップマンの思想が伺えるベーシックモデルは ロータスセブンと呼ばれ、高度 100E、116E や BMCA タイプなどのエンジンが積まれていた。さらにチューンアップされたエンジンを積んだ高性能バージョンも用意され、これをスーパーセブンという。この後、スーパーセブンという呼び名が有名になり、ロータスセブンあるいはその他のセブン族の通称名として一般的に広く知られるようになる。当時のイギリスでは、 自動車を購入する際の物品税が非常に高かったが、キットの状態で購入して、自分で組み立てれば安価に入手することができた。キットが配送される際は、郵便扱いだったため、車を郵便屋が運んでくれるとまで大衆に言わしめるほどであった。また、エンジンやトランスミッションなどの高価な部品を含まない廉価版のキットを購入し、スクラップになったドナー社から、 好みのエンジンを流用して組み立てることで、さらに費用を抑えることもできた。多くの部品が大衆車からの流用で、構造が簡単で改造も容易なキットカーならではのエピソードである。経済力の弱い若者が、モータースポーツを始めるには最適なモデルだったのである。ロータスセブンは、シリーズ1シリーズ4までのモデルチェンジが行われ、いくつかのバリエーションの完成品、または、 キットフォームで販売された。シリーズ4では当時最新のレーシングカー製作技術を取り入れたスペースフレーム FRP ボディが採用され、ロータス車内のタイプナンバーも当初の7から60に変更された。しかしフレーム構造の大幅な変更とともに全 FRP のボディは当時流行っていたバギーカー風のデザインに変更されてしまったため、もともとセブンの持つ 行動を走れるクラブマンレーサーの雰囲気が失われ、人気がなかったと言われている。しかし、歴代のセブンの販売台数、販売期間を分析すれば十分売れたモデルである。なお、英国のサスペンスドラマシリーズ、プリズナーナンバー6では、主人公の愛車として、グリーンのボディにノーズコーンがイエローのセブンがオープニングシーンに登場する。 会社としての体力がまだおぼつかない初期のロータスにとっても大掛かりな生産設備を必要としない成分は生産をスタートさせるまでのハードルが低かったがそれゆえに手作業による制裁工程がほとんどを占めるため大量生産を行うには生産性も悪かった英国でのキットカーに対する優遇税制の変更とシリーズ4の主たる販売先ともくんでいた米国での 安全基準の見直しによる輸出の断念などが重なったためロータス社はセブンの生産を終了しその座をより高額で高利益が得られるロータスヨーロッパが引き継ぐこととなったロータスはセブンの生産を終了した際よりステップアップするための資金源としてロータスの代理店であったケーターハムウェ1973年にセブンシリーズ4の製造販売権と在庫部品 製造事具などの生産設備を売却した。詳しくは、ケーターハムを参照その外観から、行動を走るフォーミュラカーなどとも形容される、スーパーセブンであるが、ノンタイトル戦ではあるものの、ロータスセブンには、実際に、会一グランプリに出走した記録がある。1962年12月15日、南アフリカのキャラミサーキットで開催された、会一のノンタイトル戦である。 ロータスセブンで参戦したのは、ブローシュニーマンという地元南アフリカ出身のレーシングドライバーであった。ニーマンの1958年式セブン、フライングボムは、外観上は当時の F1 規定に合わせて、車体幅を縮小していたほか、前後フェンダーとヘッドライトが取り外されていたが、誰が見てもロータスセブンであった。搭載されるパワーユニットは、フォード 109E。 フレクロスフロー、ゲントエンジンで4機のアマル社のキャブレターを搭載し、1475cc までボアアップされていたほか、ヘッドやカムシャフトにも手が加えられていた。予選は1分45秒という基準ラップが設定され、ロータスやクーパー、BRM などの純フォーミュラマシンが予選落ちしており、ニーマンのセブンが予選を通過する可能性は低いと考えられていた。 しかし、ニーマンのセブンは1分44秒5でラップし、予選を最後尾ではあるものの32番手で通過してみせた。決勝では、ニーマンのセブンはさらに順位を上げ、クライマックスエンジンを搭載するロータス20やロータス21を従え、10位でフィニッシュししている。ニーマンのセブンは、スピードトラップで127マイルパーアワーを記録し、キャラミサーキットのストレートで、 ジム・クラークのロータス25についていく姿を見たコーリン・チャップマンに最速のロータス7だと言わしめたという。ランド GP から1週間後の12月22日に南アフリカのウエストミードサーキットで開催された、会一のノンタイトル戦がナタル GP である。ナタル GP にもニーマンは7で出走した。レースは2つのヒートに分かれて行われ、ニーマンは ヒート1に出走したが、リタイアに終わっている。ありがとうございます。